レライキさん、古い話で、奇質だったらすいません。ワノ国編を見返していたのですが、三大奇鉄を撃ったのが奇鉄、二大奇鉄を撃ったのが虎鉄なら、初代奇鉄を撃ったのは奇鉄という人物なのでしょうか。また、那須次郎姓がワノ国出身者だった場合、光月家に従えていた大名の一家なのでしょうか。時以降は天月家が出てきていなくて気になりましたと。天月家問題ね。天月家が謎すぎるんだよな。光月家に仕えていた5種類の大名で、そのうちの一つが天月家で、ワノ国出身の天月時でいいのに、時は自分の出身がわからないって言うんだよな。ワノ国しか目指すところがないみたいな。この辺と那須次郎姓とかがうまく絡んでくる物語が多分正解の物語なんだろうね。天月家の問題は結局ワノ国では解決されなかったんで、未回収伏線だよね。ワノ国は結構未回収伏線多いよね。藤山もそうだし、巨大頭蓋骨と、でっかい剣。あれも結局大昔誰の頭蓋骨だったんだみたいな説明もなされてないしね。あとはフランキーのカイドウ対策用兵器、いろいろ分かってないの。あとあれか、ゾロの死神か、あれも結局何だったんだっていうのは分かってないもんね。そういう意味ではその中でも筆頭と言ってもいいかもね。天月家はね、どこ行ったんだ。天月家は歴史から消えて、ネフェルタリ家とか天月家とかその辺どうなってんだろうな。時は800年前から飛んできたんだよね。なんで飛んだんだろうな、100年前から。なんか逃げるしかなかったって話なのかな、もう未来に。その辺考えるのが楽しいだろうな。一回考察出してるよね。私の仮説では、ワノ国移動説とか、巨大な王国イコールワノ国説みたいなことでやったんだね。確かね。ジャヤのドクロの地図、左目のところにワノ国がすっぽりハマってたんじゃないか。巨大な王国と二十の国の戦争がそこで起こった上で、ワノ国を移動させて逃げたんじゃないか。で、残された中に時がいて、未来に飛んだんだけど、そこにはもうワノ国はなかった。だから消えたワノ国を探す時の物語が、そこから始まって、ようやく見つけて、おでんと出会ったみたいな、なんかそんな予想したんだけどな。さあ、バンさん戦ありがとうございます。明けましておめでとうございます。コブラが刺されたシーンで、コブラとイムは対面して話していましたが、狂気となった矢印のようなものは、コブラの速報より伸びてきて、背中側から貫いています。これについて考察されたことは何かありますか？以前のライブで話されていたらすいません。そうですね、これは結構、議論されてましたね、当時。覚えてますね。いや、横から来てるから、これ、五老星の誰かじゃねみたいな。ただ、明確な答えは出てないし、ふんわり、イム様だろうって思っちゃってますね、多分みんな。多分、イム様なんでしょうって、なんかみんな思っちゃってる感じありますね。あの攻撃、結局。で、今回、サタン星が悪魔みたいないでたちで、魔法人みたいなのも描かれて、もう、あれ以降魔法人出てきてないからよくわかんないけどね。なんかサンジとかの足元に魔法人とかがあんのかな。魔法人要素が、ワープ以外ではまだ使われてないですけど、あの辺で悪魔とかそういう要素が出てるんだったら、サタン星がコブラを貫いた攻撃したら、あれやったの、イム様じゃなくてサタン星だったっていう答え合わせができるんですけど、今のところ、魔法人とか匂わせはあるんですけど、まさに悪魔の尻尾みたいなあの攻撃をまだしてないんだよね、サタン星は。まあ、単純に考えればイム様なのかな。ただイム様が竜みたいな話なんであれば、あの尻尾も意味わかんないんだけどね。竜の尻尾でもあれ別になかったじゃん。で、あるいは五老星の中のサタン星以外にもね、あと4人いますんで、こいつらの誰かがやったのか。まあでも話の流れからしてもイム様に殺されたっていう方がなんかよくわかんない。五老星の一人のこいつに殺されたよりはイム様がコブラを殺したっていう構図が物語的にも映えるよね。でもね、で、まあ真正面から言ったら避けられるかもしれないから、速報から能力を発動させてイム様が暗殺したっていうね、そういう話の方がいいような気がしますね。あ、五老星が能力でコブラ刺すならピストル取り出す必要ない。そうか、あの時ピストルを全員取り出したから五老星は外されるんじゃないかってことか。銃持ちながら能力で殺すこともゼロじゃないし。バンさんにお伝えしたいのが、その時も議論されましたけど、結局明確な答えが出てないまま、私の感覚ではもう読者もみんなあの矢印はイム様が出した矢印だっていうなんか感覚で今のところいますね。多分おそらくそうであろうみたいな。確かに違和感は残ってんだよね、あの攻撃には。三大勢力の世界の均衡について、海軍七部海四皇の一角イコール世界の均衡だという認識なのですが、これは合っていますか？海軍プラス七部海が四皇の一角っていうことじゃなくて、海軍と七部海と四皇、この三すくみで世界が均衡されているってことですね。で、ただ頂上戦争の図式は海軍と七部海が手を組んで白ひげ海賊団と戦ったっていう図式なんですけど、あれが世界の均衡を表していたわけじゃなくて、世界の均衡はその3すくみですね。海軍七部海四皇が組むことは想定
されておらず、それぞれの実力が拮抗している図式になっており、その上で海軍と支部会が集まることで4国の一角と同等、それもしくはそれ以上の世界の均衡が保たれているという話を友人にしたところ否定された俺も否定しましたね今ね、モッチー先生に質問しました。まさに頂上戦争がそれを象徴していると考えます。2年後の歯車壊されて今均衡もクソもなくなってしまいましたが、支部会制度撤廃も関わってくる気がします。そうっすね、まあまあこの方がおっしゃることもわかるっすね。現実的には四皇が手を組むことはないから、実質世界の均衡っていうのは海軍、七部会、四皇の三すくみで成り立ってるっていう体ではありますが、実際はその均衡が崩れ去った時にどういう動きになるかというと、まあ四皇が手を組むことはないと、四皇の一角を海軍と七部会が手を組むことによって同じぐらいの均衡になるみたいなね。ただ白ひげ海賊団があまりにも規模でかすぎたんだよな。例えば赤髪海賊団が強いとしたとしても、七部会と海軍が手を組んだ状態と赤髪海賊団だけって釣り合うのかどうなのかみたいなね。黒ひげ海賊団もしかり、まあ、ビッグマム海賊団とか白ひげ海賊団と同じくらい強そうだけど、実際その歯車が壊されかけた時にどういう動きになるのかを置いときまして、認識というか設定としては海軍、七部会、四皇、三つがそれぞれ同じぐらいの力を持ってて世界の均衡が保たれているっていう、まあその友達派ですね友達に話したところ否定されたモッチー先生も同じ感じでございます。で、2年後で歯車が壊された、まあ歯車が壊されたのは SAD を壊したことなんですけど、均衡は多分まだ保たれてたんだよね、歯車壊した時点ではね。多分ね、七部会がいて四皇がいて海軍がいるっていうのは、実際にその均衡が壊されたのはその支部会制度撤廃だよね。つまり支部会が撤廃されたことによってその三すくみの状態の一角がなくなったんで、もう世界が荒れるぞってなるんですけど、それに取って代わるのが SSG なんだよね多分ね。だから海軍 SSG 四皇で今均衡が保たれているというか、均衡を保つ必要もなくなった、潰しに行けっていう感じなのかな海軍、世界政府はね。4校まで潰せると思ってんのかな。海軍と SSG は同組織のものなんで、海軍七部会よりも海軍 SSG の方が政府にとって有利だって思ったってことかな。海賊なんていつ裏切るか分かんねえし、 SSG に変えたみたいなね。ラスボスは頂上戦争オマージュで、海軍が政府、白ひげ海賊団が麦わら大船団、インペルダウンが革命軍、頂上戦争のさらにスケールアップ版がいつか起こる巨大な戦いで、そういうリンクになってるはずではありますよね。前半の最後だったんでね、頂上戦争が、それがそのまま順番にオマージュしていくとしたら頂上戦争オマージュ来ると。まあでも流れとかまでな、インペルダウンからの流れまでオマージュされるかわかんないか、もっとすごいことになりそうな。今ふと思ったんすけど、俺が小田先生だったらみたいな考え方すると、予想をされるってことがもう小田先生自身も分かってるじゃないですか。で、こういうリンクがあって、そのリンクで言うとこういう予想ができるみたいな、これわざと予想させてそれを裏切るっていうパターンができるよね。もうこれだけ考察会が盛り上がったり、考察が浸透してくると、見せ玉をわざと見せてそっちに誘導させるような流れを作って、うわもうそれ正解じゃっていう風なところにわざと考察の人たちをこう誘導させて、それとは違う球を投げるみたいなやり方とかしそうだよな。最終的なところとかは今までの法則で言うと、頂上戦争オマージュが採用されるはずだから、ここで白ひげに対応するキャラが死ぬ、エースに対応するキャラが死ぬと見せかけてみたいなさ、作る側の人に聞きたいよね。ファイナルファンタジー14とかをプロデュースされてらっしゃる吉田 P さんがワンピース考察に混ざりたいっておっしゃってくださってるんで、あの人も多分そのストーリーを、伏線を仕掛けてそれを回収するっていう、そういうストーリーを作る方なんで、その作る側の方にどういう風な裏切り方があって、どういう風な作り方があるのか、今さっき俺が想像したわざと考察をこっちに誘導させるみたいな込み入ったこととかもやることはあるのかとかっていう、その辺をね、超一流のクリエイターさんにその意見をちょっとお伺いしたいみたいなね。小田先生直接聞くことはもう答えることもできないでしょうから、F14 のライブ配信の時とかにね、最近のワンピースがすごい熱いでございますっていうねお言葉を使っていただけたとね。俺はこの予想しかしてないんで、クリエイティブさは多分ゼロなんで、本当興味がございますと。そのクリエイター目線のワンピースの伏線のこの張り方、回収の仕方みたいなのはね、ちょっとお伺いしたいと。